おとさかとも、米国でとんでもない無双をする。今季から米独立のアトランティックリーグに所属する、ヨーク、レボリューション、入りし、4月末のリーグ開幕から一足遅れて9日、日本時間10日、の試合から出場。最初の1週間で実に打率、480を残している。おとさかは9日、同10日に行われたロングアイランド、ダックスとの試合に、2番、中堅、で初出場。初回の打席でバント安打、3回の打席で二塁への内野安打と足を生かしたプレーで安打を重ねた。翌10日、同11日、の同カードでも5打数3安打5打点、11日、同12日、にも5打数4安打2打点とマルチ安打が続いた。今年からプレーするアトランティックリーグは、米国の独立リーグの中でも実力、人気ともに最上位とされ、MLB 参加ではないものの、パートナーリーグ、に指定されている。さらにステップアップすることができるだろうか。目指す派メジャーや、現役ドラフトにかけられてたら普通に活躍してそうな人。ここからステップアップって 3A とかに移籍すればええんかな。旅人みたいでこういうのも楽しそうやな。尊敬するわ。遊び好きでもあるけどなんだかんだで野球が好きなんやな。アメリカの英雄、トモ・オトサカ。独立リーグで無双する力はまだあります。スペイン語話せるなら中日がピンズドだと思うけどな。外国人選手の話し相手になるだろうし、セカンドキャリアにも困らないだろ。物語としては 3A で筒香と再会してエンディングやな。